いらっしゃいませこんばんは、大型犬でございます。フォルツァホライゾン3で遊ぼうね。さあいよいよハマーに乗って4パート目、そろそろこの車の2つ目というのをできたらなと思うんだけれども、まあ、前回まで乗っててね、だいぶ僕にとっては悪くない、恥ずかしくない、違うな、極端な不満が出ない、楽しく乗れる状態になってきたんじゃないかなと思います。ただやっぱりね、もう少しオンロードでの操作性、反応速度というのかな、を上げたいなと思います。で、反応速度を上げるには2つの手段があると僕は思っています。一つは車高を下げること、前後ともにね、ぐんと車高を下げることで、なんていうのかな、この重心が移動する距離をね、短くしてあげる、違うな、速度だね、距離か、距離を短くしてあげることで時間をかけないで、反応速度を、反応性を保つ、で、もう一つは、バネを硬くする、これはロールする量を減らしてあげることで、反応速度を速くしたように見せるとい う僕なりのやり方なんだけれども、車高はね、こんな車なのでできればあんまり下げたくないので、もうちょっとバネ硬くしてみようかね。ただフロントだけ硬くしちゃうと前後の重量バランスが崩れちゃうので、こんな感じ、でやってみようか。で、あ、もう一個、ギアをね、もっともっとクロスにしようね。今200キロ出るぐらいでしょ、ここが125だから、ここ250でしょ、ってこと125だから、ここが 62.5 ぐらいだから190、こんなもんにしとこうかね。よし、じゃあ乗ろうか。Easy now. いいよ。いいよ、いいよ。乗れるのどれだい？これ乗れる？乗れない。作ろう。まあ、あっさり作っちゃう。ヘビヒッターズ。名前の編集。犬。まあ、釣り。よいしょ。よし行こう。だいぶ打つの早くなってきたね。犬祭りって打つのもだいぶ上手になってきたけど。よし。さあ、これでどんな挙動になるのかな。ね、ほんとさ、その、モータースポーツもホライゾンも楽しいね。ね、僕はこういう楽しみ方が好きなので、本当にもう毎回こういう遊び方をね、過去のシリーズからよくやってるんだけど、本当楽しいんだよね。変化が出たり、それによって何かを学んだり、タイムが変わったり、順位が変わったり、走ってる時の心地よさが変わったり、いや楽しい。よし行くぞ。あ、加速良くなったな、だいぶ。あー怖い、あーすごい怖い、やめて、ハマーがいる、邪魔邪魔。くだらない、どいて。あ、怖い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 、うおー怖い怖いよ。あー、でもステアリングはいいよ、いいよ、いいね、いいね、悪くないよ君。あー、悪くない悪くない、あー、いいいい、よーし行こうだ、よーし行こうだ、行くぞ。さあ頑張って。おー、ちょちょ、一般車いるの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 、このレース聞いてないけど、だいぶ気持ちいい、だいぶ気持ちいいよ、これ。よしよし、いいコーナリングだ、良くなった、だいぶ気持ちいい。、ね、いわゆる目に見えた不満というものがだいぶなくなった。面白いな、ちゃんとね、こう目的を持ってセッティングをいじっていくとこうなってくれる。やばい、この角度はやばい、突っ込み方ね、ちゃんと目的を持って一つずつ試していくとある程度ね、目的に近づいてくれるんだね。あ、怖いな、これ怖いな、よいしょ、えい、あ、危ない危ない。ねえ、このフォルツァホライゾン3、まあ、僕はダメージありの設定でやっているんだけど、下手な着地の仕方するとあっという間にエンジンにダメージが入るんだよね。あー、ずいぶん遠く行っちゃったな、1位の人待っててくんねえかな、無理かな、おーいしょ、あー着地が乱れた、
そして抜かれる、抜かるる、あー抜かれた、あー、お、抜き返すルール、抜き返すルール、よいしょ、やっと 73% いくぞ。あ、ここジャンプか、やだな、ジャンプしなきゃいけないんだよね。あー怖い、よいしょ、あ、でも走りやすいな、ほんとうん、まあね、速度域の問題もあるから一概にいい悪いでは言いづらいかもしれないけど、とっても気持ちいい、走ってて。ほら、ステアリングもさ、アンダーじゃなくね、狙ったところにスッと落ちてくれる。うん、車重が重いので小さなミスはね、車の重さが打ち消してくれるの。うん、だから走ってと、とってもね、この車に感謝の気持ちが生まれる。よいしょ、お、2位だ、初めてじゃないこの車で2位は。これは嬉しい、これは嬉しい、いいね、いいセッティング出たかもね。2セッティング出たかも。お、フェラーリもらえる？フェラーリくれるの？本当に？くれるわけないよね。畜生。車が当たらない。車が当たらないよ。まあしょうがないね。車当たんないんだよ僕。なんかね、コメント、いつもコメントくださる方、お名前はここであげるべきかちょっと悩むので。あえてあげませんけれども、なんかね、最近ポン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 車当たってるみたいで、羨ましい限りじゃん。ずるくない？うん、僕、見ての通りだよ、僕は。全くと言ってほど当たんないよ。じゃあ、ここ行こうか、次ね。ね、なんだろう、みんなどれぐらいの頻度でお車当たってらっしゃる？僕だけかい、こんなに車が当たんないのは。あっちか、行こう行こう。さあ山越えだ、ハマーならきっと大丈夫。怖いぞ、よいしょ、おほほ、ああよいしょ、登れる、お前のトルクなら頑張れ頑張れ、君のトルクならきっといける、よいしょ、おいしたすごい車、3トン超えのくせにこんな坂ちゃんと自分で登れんだよね。おお、よいしょ、おお、来い、よいしょ、もうちょっとかな。こうだね、よしよしよし、さーてと、願わくば集大成と呼べる結末になってくれるであろうか。さあ乗ってみよう、いい感じだよ。でもうん、ほんと今までこの3パート4パートで乗ってきた中の今が一番いいと言って、はばかられない、なんていうの嘘じゃない、うん、楽しいぜこれ、ほんと楽しいよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、よそ見してた、ちょっと待ってごめんなさい、よそ見しちゃった。よし行こう、改めまして、うん、あ、眩しいな今度は。行くぞ、インにいるな、いいよ、来い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 、ラインを間違えたね。あ、オンロードなのかな、おおむね。サイド引いちゃった、どうかな、うまく曲がれたかな、うん、うまく曲がれたけど速くはないな。あー
ちょっとダメ、集大成なんてそういうこと言うからさ下手くそになっちゃうんだよね何にも言わないで走ってりゃさ変なプレッシャーを感じることもなかったのに。おーいしょ、さあ次直角、うん、ギリギリいいんじゃない。ただ皆さんね加速が良くてらっしゃるからね、車重がそんなに重くなくてらっしゃるからこっちとら重いんだよ、進まない止まんない曲がんないなんだよ本来はね。それがどうだいこの爽快なドライビング。やめて、やり返した。今そんな AI なのこれ。何にも前見えないけど、お見えた見えた。上手、あー気持ちいい、いい車になったすごいすごい。うん、今サイド引いちゃった。こうくねくねゾーンならね、そこまで置いてかれることはないんだけど、ちょっとね加速勝負というかね直線コースになっちゃうとあっという間に負けちゃうね。さあもうちょっとで終わるぞ。うん、さすがにこれは抜けないかな。前の2人は難しいかな。後ろの人にも抜かれちゃうかな。やだやだやだ、1回だけブロックさせて、1回だけ、あー無理だった、ライン入られちゃった。あー抜けるか抜けるか、抜くんだ、抜けない抜けませんでした。うん、でも4位だ、悪くないよね。うん、いい車になりました。オンロードでもオフロードでも心地よく走ってくれるいい車。最初の頃はこの状態を出せずに苦労したんだよね。ねえ、シビックだったりさ86だったり、まあ車の特性もあるからね、一概に今僕が何か成長したかっては言えないんだけどね。さあどうだ、ドン、あと次のショーケースイベントまで64万人約結構な人数が必要だけど、まあまあもうちょっとでショーケースイベント、次のショーケースイベント楽しみだね。何があるのか楽しみにしておきましょう。うん、ハマー、食わず嫌いをしていた僕にとっては想像していたよりはるかにいい車でしたね。次回はまあ自分で車を選ぶのか、流れ着いたイベントでね乗れるディビジョンから適当に選ぶのか、ちょっとまだわからないけどね、もう少し楽しく遊んでいきましょう。はい、それじゃあ今夜はこの辺で、大型犬がお送りいたしました。またね、バイバイ。